そちらです。せいげです。さあ、今回はですね、視聴者質問コーナー。久しぶり。質問がたくさん来てます。はい。15年前、滝尾マン。滝尾マン。初めてのヒーローですね。滝尾マンです。滝尾マン。嫁の妹がせいやさんが大好きで付き合いたいと言っているそうです。どうすればせいやさんと付き合いますか？嫁の妹付き合いたいらしいです。いや、いいんですか、その嫁の妹ね、義理の妹ってことでしょ、だから、ですね、付き合いたい、まあでもやっぱり酒をね、酒25杯は飲んでくれんとお前やな、やっぱ付き合ってくれる人じゃないといや、えぐい25杯飲みすぎた、あれめっちゃ飲んでましたけどね。いや、まあまあ、なんやこれ、なんや付き合いたいざっくりしとんな、どうしたらいいですか。まあまあまあ、いやでもほんまに、でも独身ですからね、僕恋愛の自由はもちろんそうですよ、あるから。全然あの一回お会いして、なんかお食事みたいな行ってね、で鉄板のこうお酒飲みながらカラオケ、行って、僕の家で一緒に飲むみたいなのはいけますけどね。デートだよな、それは。そうですね。はい。まあでもこういう人が多いんちゃいます？そうですね。ほんで泊まっていただきまして、で、はい。夜中帰りにタクシー代渡しますし、まあ朝も別に駅までタクシー代出しますからね。はい。というデート。あ、デートですね。はいはい。何にもやましいことはないですよ。いやいや、その泊まってなんかちょっと泊まってそのままみたいな、ないです。朝まで。あ、で朝までいるならそうです。朝までいるってそのね、なんかちょっとこうくっついたりとか、はい、あーでも狭いんでくっつきますね。重たいな、お前。全然勇気ないよ。健全ですね。健全でございます。いや、まあ何や、付き合いたいですけどってね。ね、さあ、いろんなメール来てます。はい。チューブネームガス購入。はい。ガス購入危ないよ。前回の競馬実況の回で競馬に興味を持ちましたが、いざかけてみようと思ってもやり方が分かりません。はい。パチンコの時と同じように馬券の買い方など分かりやすく教えてほしいです。おー、なるほどね。確かに、ね、競馬といえば、まあ粗品さん、競馬の馬券の買い方とかどうですか、おすすめの買い方とかね。まあ、携帯からも買いますし、その場所、場外馬券場行っても買えますし、パッドとかネットで、競馬場行っても買えるんですけど、買えるね、今。うわ、そうやな、これ確かに買い方難しいかもな。で、粗品さんが好きな、これでやっぱ、よう買いますみたいな、みんなも真似できるやつとか、ね、教えてあげたら。やっぱり副賞に100万円。できるか誰が真似すんの1.1 倍の副賞に。10万人しかならんのよ。それがいいの。いや、100万円。100万円になるというのがいいんですけど、もう。いや、もう犯されてるやん。もうギャンブルのあの、グワーってなる高揚感。まあでもやっぱね、あの馬券場行く、そうやな。馬券場行ったらいいですよ。はい。いや、まあまああんま行かないですよ。でも今若い人ね、なかなか場外馬券場とか意外に綺麗ですから。ウィンズっていう調べてください。新宿にもあるし、難波にもあるし、結構梅田にもあるし、結構都心にはありますね。ウィンズって調べたところに行きまして、マークシートで記入するんですよね。で、記入したものを券売機に入れて発券するんですよね。はいはい。で、そのマークシートを並んでるところを取って、でも俺難しいな。あ、もうこれで1本取ろう。はいはいはい。これでまた今度1本取ろう。急に火ついた。またガス購入さんのためにもね、これ、競馬初心者に向けて、これもう、出た！ちゃんと説明すな。競馬初心者。競馬初心者だったらやりましょう。だから、なるほどね。やっといてください。だから、このコーナーでは抑えきれない。抑えきれへん、ほんまに。次頑張れ。好きやな。今日大晦日ですから、ちょっと時間がないということで。確かに大晦日ですね。霜降りチューブ。チューブネームペッちゃん。2019年買ってよかったものベスト3を教えてください。買い物とかしましたか？いや、ほぼほぼしてないな。今日持ってきてないけど、でも一番高い買い物しましたね、人生で。一番高い買い物、今年一番高い買い物。はい。フェンディ、ちょっとあったらよかったけど、フェンディのリュック。あ、これまた写真送りますわ。あ、出て、はい、モンスターバッグと言われる。あ、そうなの。あれ、そうなの。めちゃくちゃ高かった。30万ぐらいしましたね。初めて買いましたよ、人生で。行く？だって僕財布もね、もうまあこれですけどね。あ、
最後は、はい、もう白竹、俺が迎えに行ってるからカバン持ってきたらごっちゃんこになるごっちゃんこ怒ってる時に使う言葉ずっちゃうわけ怖いごっちゃん久しぶりの YouTube だからってなまってんじゃねえよまあこれですけどね、は最後に来たねパンパンやこれね、うん、もう何にもこれね、3年ぐらい、え、4年か、あ、下手したら5年ぐらい使ってますから、だからもう、なんていうの、もうそういう物欲がないの、これ前の前の、前の彼女にもらったクリスマスプレゼントですけど今の彼女とか、前の彼女とか怒らんの言ってなかったな、言ってない、うん、でももうだいぶなるよ、これなんか、あ、一応ブランドであるんですか、うん、ブライダルビーザーどこそれそうそうそうあれなんか貼ってますね、シールいつかこれこれ見せてええやついや、見せてええやつまあこれナンバーのなんか飲み屋飲み屋のシールさんと思ってる、ね、ちょっと見ていいですか全然全然全然わ、もう領収書もすごい怖い、これそう、まあもう汚いんですけどねカードも見ていいですかいいですよ最後とかもやっぱ面白いですねうん、だからほんまに僕物欲がなくてだカバン30万初めてそれも女の子に見栄張るために買いましたね一緒にデート行ってでその子は結構ブランド物とか詳しくて、うん、いいの1個は持っとかなあかんみたいなあーじゃあフェンディ買うわと思って値札見たら28万とかでびっくりしたあんな高いすいませんすいませんはい早速なんですけどこれなんですかこれこれ なんていうかブランクドダンスブランクメンバーズカードはいこれ BB です BB なんですかこれまああれですよ普通にクレジットカードですお前やそう、はい、なんか桁少ないクレジットにしては減らしてたいやもしかしたら6桁しかないんです減らして契約で16桁ぐらいあるけどねいや減らしてあそうなのこれなんですかこれ MYTH、うん、うわこれはあれ保険でしたよなあれやな俺え何すから何保険やねこれ国民ちゃうやろいや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 あれもこう花とかあそうはいこういうなんか毒系のやつとかねなんか飲んでしまった時の僕なんですか黒いユーズはい、はい、メンバーとか、はい、まあこれはまあ普通に図書カードですあんなおしゃれな図書カードおしゃれですねこれはクーラーそれだけクーラーいやさっき3つもそうやっぱ写したかんじゃがなこれは確かああ普通にそういうルールで確かに、うん、まあね、男性の方やったら今日もおぉ、どんどん出てこいやんあ、出たサラデル・ウェイやんかの有名なミキの亜生がアメトークで言ってたラブホテルやないかよラブホテルちゃうわ違います、すいませんちゃうよ何でしたっけこれ年間パスですあの、はい平方パスミラバーの年間パスねそうです、あと名刺とかねそうそうそういろいろありますねやっぱ財布ねそうなんだ今年というか、まあ、2020でしょ、うん、もう大晦日ですけど来年はもう財布買おうかないい財布あら素晴らしいね、うん、やっぱいい財布使っとかないとやっぱこの運気も上昇とかなんかそんな話になってきますそうそうそうめちゃくちゃ見るやんお前え全部見るやん名刺とかねうんカードとかまあちょっと買おうかな来年はいい財布ねどんな財布にするんですか何しようかなこれめっちゃ重たいな掃除したらいや小銭がエグいね俺見ていいですか小銭がねうわ今日なんか少ない方ですけど出していい、うん、ここ映りますここすごいだいぶ少ない方ですよすごいやんでもなんこの量少年やないや俺子供の時から小銭減らさねえもんね小銭多いて、うん、いやでもほんまにこれいつもの3分の1ぐらいもういつももう、うん、俺だからもう、うん、財布持って川行って溺れるよもう医師と一緒です重いから、はい、小銭がね小銭多いな小銭多すぎるか俺ここだけの話もう自販機とかでもう小銭最近も
取ってないですもん、お釣り。え？犯罪じゃないですよ。犯罪じゃないけど、いやもう小銭使われてるよ。え、どういうこと？え、だって200円入れて、うん、120円の110円出すんで、うん、ジャーンジャーンジャーンと押してくれ、うん、もう無視してる。お釣りをもらってない。だいぶ前の小銭。1年、2年前の小銭。いや、貯金しちゃええやん。いや、もう俺んち来て見たやろ、あのもう小銭の山みたいな、もう2回ぐらいパンパンなってやん。見た見た。もうあの、独身時代とかルームシェア時代、もう小銭がもう溢れすぎて、もう独身時代、その、一人独身というか、結婚はそれはね、嫁の妹とは、ね、結婚はしてますけど。してもええやん、そらっと報告しすぎやん。報告してへんやん。してません。ルームシェア時代。はいはいはい。もうエグかったからもう掴まれへん。もうやるわ。えぇ、別にエグ。500円玉もね。500円玉欲しいね。さあ、ということで皆さん、またあの質問送ってください。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。